生誕グッズ、マジでもうあの12期最後だから、生誕グッズ一周したから12期最後です。私生誕祭は最初だけど生誕グッズは最後です。流れ星ありがとう、こんばんは。エラブリノベーション本当、いや一番苦手なんだよね、エラブリノベーション。でも一番好き、一番苦手だけど一番好き。よかった、すごかったならよかった。こんばんは、お疲れ様です。今日も見つかった、見つけますよ、どこにでも、どこにいても。まあ、都落ちしたの？いや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 、都落ちしたらなおさら解明できません。ハートありがとう、ポップコーンありがとう。そうだよね、あ、イワンの X にあのさつきちのツーショットあげてくれてありがとうってコメントしてくれた人だよね。ポップコーンありがとう。みゆまるさん韓国です。そうです、みゆまるさんと全然会ってない、最近会わないんだよね、事務所でも。なんか S の先輩が全然会わない。長いメール読んでくれました、ありがとうございますね。それな、お揃いの服思った。え、名前ね思い出そうとしたの、でも思い出せなかった。もう覚えてよ、多分寒いよね、あれだけなの、上着は着てないの。こんばんは。いつも気になるけど、なんでゆあちゃんいつもヘニヘニしてるのに。ヘニヘニしてないからです。ヘニヘニしてないからです。まああれだね、真面目なこと言うと、いや別にヘニヘニしてないけど、あれですね、あのしゅうって何て言うんだろうな、気持ちが入るとみたいな。いつも気持ち入ってないみたいになっちゃうよね、そうなる。なんでだろうね、七不思議です。こんばんは、ハートありがとう、疲れありがとう。眠いですね、この間の声ありがとう、かわいえね、ずっと視線感じたよ。しかもめっちゃさ見やすい位置にいたよね、ゆあからも そちらからも。そうだよ、もう1月出ちゃう。え、他人にたまには立ち見いいよね、わかるわかる。いたね、おいひょこって。こんばんは、だるまありがとう。通称ゲットしてくれたの、ありがとうございます。その服着てね、寒いと思うけど。え、てか待って、11月30ってさ、いつまで締め切り、あとトークと握手会だけです。皆さんお願いします。生誕グッズとか言ってるけど、まずそっちだよねっていうね。え、いたたたた、いっぱい書いたよ本当に、マジで。しかもコピーミスってさ、紙のコピーミスってめっちゃいっぱいあるっていうね、マジめっちゃ考えてるわ本当に、びっくりするほど考えてます。私ほらめっちゃ考えてる。このさ、めっちゃ適当に描いた絵がやばい。これやばい。普通にやばいでしょこれ。もういいわ、何これ、これ。マジこんなに頑張ってるから、いいわ本当に、マジでマジで。なんかね、最初ね顔だけにしようと思ったの、ほら顔だけにしようと思ったんだけど、まあ、あのね本当はそう顔だけにして、なんか ゆるい服みたいな感じにしようと思ったんだけど、ね、まあ初めてだしと思って。ちなみにママが描いたラテちゃん。ママが描いたあんてちゃんいそうだよね、こういうキャラ。風船じゃなくてカバンありがとう。カバンありがとう、めっちゃ可愛いでしょこれ。
ちっちゃいの、ほら手のひらサイズ、かわいいでしょ。よいしょ。 Hey what's up? Nothing 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 Hey what's up? こんばんは、だるまありがとう。え、マジでセンスいいと思う。もう、お前めちゃめちゃ考えたから。ママには却下されたけどね。まあ私は自分を貫き通しました。固まった、ループしてるかも、ループしてるかも。ループしてるかもって、ループしてるかも。大丈夫ですか？一生な、一生治らないここのニキビ。ポップコーンありがとう、だるま。Thank you for your hard work. ありがとう。お疲れ、ありがとう。なれ星。ありがとう。ん？ポップコーンありがとう。生誕のトップバッターと大取りするのよ。あー、まやさんとってこと？それな、嬉しい。まやさんとゆあしかいなかった、あの空間に。こんばんは。かわいい、かわいい、ゆあたん見てから寝てください。劇場で見て、ありがとう。 X コメントしてたよね。コメントじゃないか、あげてた。そう、生誕って白にした。え、本当はピンクが良かったけど、いやでもその生誕ティー初めてだからっていう特権でピンクでもみんなゲットしてくれるかなとは思ったけど、まあ白にしました。無難な。そう、白か黒で迷ってた。ちょっとでもね、あのチャコールもいいなと思ってたんだけど。だるまありがとう。それな、ユアニャンポジまたありがとう。マジマジ、いやいやいや、こちらこそありがとうございます。お世話になりました。まあでもね、まだ2月まで特典会はいるので。えでもね、2月とかすぐ来るんだよね、きっと。ポップコーンありがとう。ありがとう、予約してくれるの、ありがとう。まあ最低3枚かな。ポップコーンありがとう。え、さっきサミー買ったけど、アイス食べたからサミーだけ。アイラブユーコマンちゃんありがとう。全然半袖全然半袖。え、いや、なんなら昨日までクーラーつけてたからね。ね、宮丸さんいなそう、宮丸さんいないのになんでいるんだろうと思ったけど。パプカありがとう。レインボースターありがとう。やびもしてたね。してたわ。おもろ、ハートありがとう。メーターテイクマンちゃんありがとう。ハートありがとう。かわいい、ありがとう。え、もちろん自分でも使うよ、トートバッグ。もはや自分用に作ったと言いますか。いや、トートバッグってね、使えるから全然。ハートありがとう。だってさ、別にさ、嫌な写真が嫌な人はこうやって別に内側向けとけばさ、ただの黒のトートバッグじゃん。てか美人よくない？イエーイ。
アンドさんがね前髪分けてるの好きって言ってくれた。アンドさんっていうかいろんな先輩が言ってくれるけど、イエーイ。先輩とのツーショットをあげたいけどどこであげようっていう悩み。あ、明日ブログだからブログに。え、でもなブログってあんまさ見ないよ、ね、みんな知ってるよ。みんなブログをあまり見ない。ママの絵やばい。マジおもろい。何これ。何マジでこれ。ママも描けるのおもろい。なんか本物みたいな。いっ顔消されている。やだマジで何これ。何嫌より画伯なんじゃね。ワンちゃんありえるで。嫌のが可愛いよ全然。ほら生誕ティーのためにねもう2個もスケッチブック買ってるから。ガチだからもうこのボードまで買っちゃって。こっちは何が書いてあるんだ。こっちは何も書いてないのか。いや使ってないんかーい。使ってなかったです。使って2個もいらないよね普通に。かっこいいポップコーン尊いハート。ポップコーンありがとう。お疲れ。ありがとうありがとうありがとう。今日いつもねテーピングをねみんなから見えないとこにしてるんだけどさ、今日は全然見えるとこにしてあったんだけど、そしたらやっぱ気づく人って気づくんだなと思って、お見送りの時に足気をつけてねって言ってくれた方がいて、え見えるのみたいな。まあ見えるとこに貼ったんだけどさ、肌色だからてかいい、すごっ。ハートありがとう。えそうなの、手紙当たったの。ういすごっ。こんばんは。ハートバックありがとう。ダンスあんなバキバキなのですか。バキバキなのになんですか。お迎えありがとう。いやいやいいじゃないですか、自然感じてても。ハートありがとう。疲れー、ゆくにゃんさんの代わりに出てくれてありがとう。えいやそう、あこの人ショールームと X の名前長い人だって思ったよ。思っためっちゃ思った。長い人。名前長い人って覚えた。あとありがとう。まあわかる、そうだよね、最善の立ち見はいいよね。いやにゃん、えなかなかいいでしょグッズ。眼鏡姿に見慣れてよ。ちょっとなんか紫っぽいの入ってるよね。 22?まあ、ああはいはいはい。え22までなんだ。へえ、え今月の生写真のサンプルもゆあにゃんだったって。ありがとう、みんなのおかげです。うーんありがとう、本当にありがとう。ぜひ生写真もゲッツしてください。待ってくしゃみでそう。ずっと見たらバレてます。ちゃんと言ってくれてるの。なんか見失った。まあまあちっちゃいからね。岩犬追加しよう。いやいやいや迷わないでしょ普通に。確かにうんめちゃくちゃ声でかいっす。
アイラブ間違えた。くまちゃんカバンありがとう。ポップカーありがとう。生誕って明日の18時です。え、期間短いよね多分生誕グッズって。こんばんは、ありがとう。そうめっちゃ久しぶりに撮った、ここミントツーショット。お疲れ様です。いや画伯はママですね。ありがとう、生誕グッズゲット、イエーイイエーイ。そうだよ採用、首長さ普通にやばいよね。絶対に、うん、絶対にお願いします。別にいいけどスクショしてもハートありがとう。いや変わるよ、変わるから。ハートありがとう、今日のメール本当にありがとう。ハートありがとう。うまいうまいうまいって言われてる。嘘でしょ、かわいい、嘘でしょ。フシグローイング、えめっちゃユアと目合った人めっちゃ目合った人とか言って、その絵からあのデザイン持ってた人がいる。えん、違う、下書きあの絵じゃないから。あれちゃんと下書きのまんま、あれ本当にイアが頑張って描いたから。これは下書きの下書き、イアは下書きの下書きをしないと描けないから絵が。ポップカーありがとう、ごめんはそうイヴ・サンローランでした誰もありがとう。デパコス、そう可愛いでしょ、ちっちゃくて買った、助かる、 ASMR 助かる、いつでも。誰もありがとう、ポップカーありがとう、おかえりさま。ん、え、なんかタワー来たんだけど、誰、ありがとう、トッシーありがとう。テーピングじゃないくまちゃんパフェタワー来た、ありがとう、嬉しい、スクショしよう、ありがとう。ここにいるありがとう、トシいつもいつもタワーありがとう、まあ、いつもというかいつもありがとう、ラブラブ。どこ行ったっけ、ポップコーンありがとう、あった。え、マジネモハムルーム、いやね毎日見てる、あのダンスプラクティスみたいなやつ、あの YouTube で見れるやつ知ってる、なんかレッスン場 AKB さんのレッスン場でやってるやつ、あれ毎日見てる。まあパパが見てるんだけどさ、パパが一生見てるから、まあ岩も見るって感じなんだけど。ネモハムルーム、あれ踊りたいな、でも絶対踊れない、まずこのサビの動きができないもん。岩何回かやってんだけどね、なんか練習で自主練の時にちょっと休憩してる時にやってるけど、一生できない。あれどっちやんのあれ本当ありがとう、ポップコーンだるまありがとう。いや自画自賛ですよ、あしてなかった、よかった。そうだよ、まあユアの始まりだから、全部あの T シャツはユアの始まりだから、全部もうね絶対にゲットするべきですよ。え、バッグ本当にありがとう、イエーイ、パパがありがとう。え、暖房ね迷った、いやでもまだ、じゃ今つけたら冬乗り越えれないよ、カイロもだけど。リモスありがとう、いやいやみんなならね何色でも着てくれるかなっていう。どうですか、え、タードル高い、いやでもピンクがいいよ何色でもキュッとしてくれる、ありがとうございます。あ普通にピンク着、そうだよね毎日なんかカラフル着て、え、ピンクいいよね、
ビビットピンクみたいな。そう、明日ピンクでも着てくれるの。まあ多分着ない派が3ぐらいじゃない。わかんないけど。肌ありがとう、流れ星ありがとう。いやでもいつかピンクかもよ。流れ星ありがとう。いや最低3枚だよ。だってまずあの服が白なので汚れたら困るじゃないですか。だからその予備が2枚いるでしょ。まあ予備1枚だとして、でまあ本体 1枚だとして、まあ、もう一つは飾る用ですね。もう汚したくないから、着る用と着る時のあの替え用と保存用ですから。でまあまあまあその配ったり、あれなんだっけ、飾るじゃなくて、あ、家で着るよ。もうさ5枚ですね。え、うん、全然よ、セーターティー。でもさ、ありがとう。明日ファンクラブ、そうなの？いい。ドキドキ。いや、うん、最低3。え、マジ、クーラー、マジ、結構マジ。クーラーの履歴とかないの。パパがありがとう。いや、バグってないよ。いや、暑かった、普通に。普通に半袖だし、クーラーつけてるっていう。ハートありがとう。流れ星ありがとう。使うよ。え、トートバッグマジ可愛いでしょ。いやいや、唐突に来ますから私、スクショタイムは。ゆうちゃん今日もお疲れ様、最近えね、めっちゃ合ってるよね、本当にありがとう。え、いつも言ってる。いや、そんなことない。そうだよ、イエーイ。今日初めて近くで顔見てるから、ありがとう、ありがとうございます。本当？前髪分けてる方がいい？嬉しい。でも制服の目で分けるとマジで崩れる。制服の目やばいから本当に。なんか全部アンダー出てみて、やっぱ制服の目やべえなって思った。これであの初日じゃない、あの研究生でやってるのがすごい。リバーシブル。え、それな。いやでも明日は公演ないから書けます、ブログ書けます。見てくれる。え、そうだよ、アンズさん、アンズさんはのね、嫌の呼び名は猫だから、猫かラテニャかピアムって呼ばれる。アンズさんに。見てくれる、ありがとうございます。本当に上手。あ、毎回、ね、ありがとうございます、毎回読んでいただいて、さすがおよね。ちょっと期待してたけど。えね、聞いたココナさんがヤニャンとのツーショットを送ってくれたらしくて、いつも可愛いって言ってくれる。え、上手なのこれ。今日声入ってユアニャン可愛いしパフォーマンス、え、ありがとうございます。踊ってるよね。え、嬉しい、ココナさん可愛い、マジで。喋りかけに来てねって言ってた。ユアニャンよりうまいだと。なりました、ありがとう。え、そやろ、復活、それな、準備大事だから、マジ気合入ってるから。え、4セットも。え、全部アクスタも、また、ありがとう、トートも。え、マジで生誕ティー楽しみでしょ、トートバッグもだけど、よし、あるから。心配になる、わかるんだね。まあわかるか。カバン、ありがとう。そうだよ、ピアムだから、ピアムしか使ってないから。え、なんかそう、ピアムしか使ってないから、あれ痛い。ねえ、なんかさ、最近見知らぬ
青字ばっかなんだけど、なんでテーピングが、いや違います。あ、ありがとう。お見通し、お見通しされてたね。してるよね。ポップコーンありがとう。突っ込まれてる。いや短い人はまあ一文字とかじゃない、それか濁点だけの人とか。こんばんは。あ、笑ってる。名前長い人。明日ショールーム、いやー、迷う、迷うな。一日中寝る予定なんで一日中寝る予定なんで、ちょっと分かんないっす。まあバブルの配信やるかもしれない。分からないけど、分かんないよ。私の発言は全部分からないんで、全部分からないんで、ほんと。うん、推しメン分かりやすいです。私はいつ入るのかにゃ。くしゃみ可愛くないからやめて、声でかくなったとか。いや可愛くないから、普通にもうちょっと可愛いくしゃみがしたい私。意味わかんないんだけどおいらのラテニャンはね、さっきすごい暴れてました。おいらのじゃないけど、お見送り頑張って、お見送り頑張ってた、お見送り頑張ってたえ、そうだよ、 3D みたいでしょあれ。本当にあれマジこだわったんだから、マジで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 。セータンティー発売の時にブログか。ナイス、ハートありがとう。あー、コメントが、こんばんは、ありがとう。 X 見てくれて、そうみんな X 見てね。あ、先生来た。あ、長いんだ。いつまでなの。流れ星ありがとう。いやいや、そんなん絶対みんなママってやるでしょ。ハートありがとう。ん、なんか謝られている。手書きどこ行った、あれこれか。いやでも全然下書きいや意外とね、いいけどね、意外とこれいいけどね。これこれどう、これよくない、ありそうじゃない。ありがとね。下書きのバブルかも。え、全然あげるよ、え、全然あげるけどいるこれ。パパがありがとう、こんばんは。あー、わかるんだね。そう、まだね全然ガチガチじゃないから、ありがとう。え、それな、めっちゃ座席いつも A とかだよね。ありがとう、最高、ありがとう。いや色塗り忘れてないから家に会いたいよね。そうだよね、ハートありがとう。ゆわパパは何なんだろうね。でもニャーのパパの推しはゆうかさんです。ゆうかたんさん、ね、誕生日まで覚えてたから。18歳、もうすぐ19です。パパありがとうね。どうだろう、あ、踊りたい。何ルーマー、うん、パパありがとう、こんばんは。え、マジそう、心拍数心ポジ頑張った、マジ全部逆でやばかった。普通に初見さんありがとう、パパありがとう、こんばんにゃ。え、踊れるの、みゆまるさん何歳ですか。18です、こんばんにゃ。え、毛布はね、いわ夏から出てるんだよね。え、そう、マリンさん、嬉しい、喜んでたの、嬉しい。アミさんすごい。いやマジあれ踊れないよ。え、着れる。まあ確かになんかいつもカラフルな気が。こんばんは。え、似合うでしょピンク、てか普通に似合うと思う。うん、まあ私の、私をしてるんで。え、本当？え、今日マジ美女くない？イエーイ。
ちょっとね、あの早くまつげができる方法を見つけたんで。いや予備2枚いるから1枚しか、いやちょっとねもうね、そこから変えなきゃ意識を。まあ、うん、3枚がセットですね。はい、そうです、保存用と観賞用です。いいじゃん、なんかギリギリいる。まあ、トーク会生誕って着ない派？いや着てよあ、そう、布教用、鑑賞用、しよう、そう、しようよ いや、さすがにピアも毎年繰り返すとかはないけどさすがにないよ、さすがにないっすね、多分。いや、多分でもないけど、そういうこと。4枚、最低4枚。え、家族に配ってくれるの逆にこんばんは、名探偵くまちゃん、メリーゴーランド、ありがとう。ほら、ありがとう、イエーイ。結婚して楽しい。ココミンが嫌に、え、ね、それは思った。ラテニャー、ラテちゃん、ラテちゃん、よいしょ、ラテちゃん、ラテちゃん来た、ラテちゃん、うー切らないで、切らないで、ニャーニャー言ってる、ニャーニャー、ほら嫌そう。ラテちゃん、ラテちゃん、よちちちちちちち、眠たいの、ラテちゃん。ラテちゃん、ラテちゃん、ラテちゃん、これラテちゃんだよ、これママが描いたラテちゃん、ママが描いたラテちゃん、これほら、私はそんな顔じゃないって言ってる。いや、猫の言葉わかるからさ、ほんとに。確かに絶難もね、やばそう。え、そう、アンズさんね、めっちゃ嫌に詳しいんだよね。嫌なこと多分好きかなねえ、そうだよね、マジすごいと思う。可愛いでしょ、ありがとうございます。僕ありがった、流れ星ありがった。プレゼンまあ別にプレゼンでもないんですけども、まあそうですね、あとありがった、ありがとう、連続。見知らぬ技、ラテちゃん、ラテちゃんか、まあラテちゃんならね許すね、そうだよね、ラテちゃんおいで、おいで、僕ありがとう、こんばんは。トートバッグの写真、いやギャルじゃないよ、全然ギャルじゃないから、あれアイドルだから、めちゃくちゃアイドル、やばい、それは一日中寝てて、それはやばい、ギャだよそんな寝てる、まあいつかね。いや可愛いくしゃみ、いやできない、本当にできないよ。あ、ありがとう、お疲れ様でした、ありがとう。それやばくない、普通に、やるべし、ありがとう。普通に昨日のお見送りは名前呼んでたよお見送りって聞こえないよね。きなかありがとう、何歳ですかめっちゃ聞いてる人いたよね、さっき。ほらありがとう、え、待って、 X 見た、あの4連続でユアニャンと会えて嬉しいって言ってたよね。これで違かったらちょっとあれだけど、え、だよね、ちかこさん推しだよね、あのハートのチワだよね、見た、フォローしてくれた、ありがとう。大事な個人で入れてるの、ゆあちゃん次第、ゆあちゃん次第だ。あ、ラテちゃん来たの、ラテちゃん、ラテちゃん登ったのに、きのこありがとう。そうだよ、もうね、めちゃくちゃ考えたから、ゆあ本当に、
バブルでカラオケとかできるの？そう。いや、ハベにしてそう。そう。まあ、19歳は19歳かな。ナインティーンとか言っとく。ナインティーンの。いやいや、別に全然してないですよ。え、年齢背番号だったの昔って。くまちゃんカバーありがとう。まあそうだよ、19歳。こんばんは、結婚してちょっといいよ。本当、初祝いに行った時にありがとう。普段着で着れますよ全然。いけるんじゃない、最前列。何の根拠ないけど、確かにそうだね、生誕くじあるもんね。確かに生誕くじのが大事やんね。ん、どうした、なんで泣いてるの。外出たいんでしょ、ラテちゃん。あれ、いない。ラテちゃん何してるの。ラテちゃん外出る。はい、出ないの。あ、出た。外出たかったみたいです。6枚。確かにまやさんのね、初見さんありがとう。いや、生誕、そうですね、生誕っていうのも来てほしいですけどね。ラテちゃん俺たち、キュチュール、チュールった、チュールった。もうね、嫌が帰ってきたらね、チュールの人って覚えてるからね、もういつ もうめっちゃダッシュでくる。ラテちゃん赤ちゃんだよ。でかい、いや泣く、もうほんと寂しがり屋だからあの子。いや違いますね、まあ、ユアニャンの件は維持で。センターティーセンターティー言ってるけど、まあ件が一番大事だと思うんで、お願いします。こんばんは、猫声喋るよ。今は握手会と抱え待ってるよって言った猫語で。分かった人、はーい。いや、懐いてるからラテちゃん。いや違いますね、違いますね。僕ありがとう。ねえ、19歳なんて言えばいいんだろう。いやでも普通に19歳だと思う。ねえ、かわいいよねラテちゃんの。にゃっ、きのこありがとう。アヌさん生誕祭で4年ぶりに、そうなの。え、 S サイズあるよ、大丈夫だよ、 S サイズあるよ。ハートありがとう。え、嘘、マジ。ユアニャン HKT さんでも話題でしたよ、すごいダンス上手い子がいるって。だって嬉しい、本当それ嬉しい。初音もありがとう。ね、見た見た、売ってたね。提出はね、いつだったっけな、いつだったっけな。いつだったっけ、全然覚えてないや。いやでもいつだろう、まあでもそんな最近ではない。いや、くれない、歌いたいところ損なんですけども、まあちょっと、うん、ハートありがとう。いや、ないって。うん、ふさありがとう、ハートありがとう。くまちゃんのカバンありがとう。永遠の18歳。ね、それ思った。え、なんで、普段着着れるでしょ。こんばんは、ラジちゃんもういなくなっちゃったよ。こんばんは、ポップコーン。くまのカバンありがとう。私もチュールの人ですか。チュールの人がいっぱいいる。こんばんは。そう、チュールの人。なあ。ありがとう。ユアチュールの人、なんか美味しそう。ありそうだよね、普通に。こんばんは。今日も会ありがとう。
だと思った。本当そう言ってた。いやしそう怒ってたよはい、あ、よかった。猫語教室通ってください。ありがとう。今日もストレッチ19猫娘、イエーイ。そうだよ、生誕ティーとユアニアレン、まあユアニアレン以外も生誕ティーを着ていってほしいんですけども。え、それな、猫語だけで話したことあるよね。マジそれな、懐かしい。え、ユアニアしか買ってないの？マジ？てか何その温泉マークいつも推ししか見てないけど、ユアニアのパフォーマンスはとてもいいと。えー、嬉しい、ありがとう。目に入ってくるってことですね。あ、くるみさん推し？あ、いとみきさん推し？くるみさん？え、制服の目じゃん、アイコン。どれか懐かしい。ごめん。そうだよ、チュールの人帰ってきたってめっちゃね、ニヤ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 泣いてますね。そうだよ、こんな時間全身シュールマジでチュールはね、スガキヤラーメンのカツオの匂いと似てる。いや、ま、うん、オーケーとは言ってないですけどもチュールチュールそれな、本当にそれ。いや、意味わからないあげないから、チュール。イエーイ、コメント追いついた、にゃーん。イヤの顔は伸びます、めちゃくちゃ。ほら、うう、追いついた、にゃん、にゃん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 。お疲れ様。何？チュール？いや、ないよ、チュール食べたことないから普通にないから。追いついちゃった。身の危険を感じます。だってじゃあ他のレーンに行かないこともちもちです。あ、ありがとう。雪見大福ばっか食べたら餅になりました。マジ？不学心爆走の握手会特会はユアニアの病が一番、ええー、ありがとう。一番たくさんなの、ありがとう、嬉しい。一番、イエーイ。え、本当にユアニア見に行くために名古屋来てくれ、嬉しい。 HKT さんのファンですって。ね、そうだよ、今月会えるよ、みんな餅に、イエーイ。他のレーンとか行かないから安心。いや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 、嘘つけい嘘つけい。あ、仕事中大変や、こんな時間も。最近ハマってるお菓子、あのね、あ、前言ったか、バブルか。まあ、プッカの塩の味はまあもちろんなんですけども、そうですね、なんか食べたんだよな。まあ、でも今日お菓子買ったのはあのチョコアンパンとあのトッポです、買いました。ガチもちもちです雪見大福2つしか、え、質より量ですか？質でしょフ命がきやばまあでも挨拶って1枚でいいと思うんですよね、私。毎回じゃなくて。そうだよ、18歳のユアニアンにあの握手できる最後のチャンスだよ、みんな。どうする？ 11 月30。どうする？ノブ君ありがとう。ね、ユアニアン1枚いってるんだよね。マジで衝撃。こんばんは。どっちもチョコですね。お前チョコ大好き。こんばんは。ありがとう。でも最近酸っぱめっちゃ食べてないな。え、マジあちこちにあるよお菓子なんか差し入れでもらったお菓子とかある。いや、気のせいじゃないですね。かわいい、ありがとう。え、そうなの、あんずさん。かわいいよはいいけど、なんていうの、
最後の最後まで、なんて言えばいいの、なんて言えばいいの、まあ、あんま長くならずに、みんなと同じタイミングとかでお願いします。ほらほらまあまあまあ言ってたね、そういえば。え、ガチそんなに本当ありがとうございます、そんなに。そう、岩にちずーちゃん当たりやったね、呼び男女罪悪感感じるでしょ。じゃあ他のレーンに行かないこと、あ、ありがとう。まあ圧はねかけたもん勝ちかなみたいなありがとう。確かにまだギリ18歳か。いやでも握手じゃないからツーショットだから。僕ありがとう。あ、愛してるでしたか。え、1月31日休みにしました。1月31日ってでもさ、ね、当日生誕とかならいいけど、違かったら嫁誕生しまーす。僕ありがとう。いや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 。13位わらび餅ありがとう。12位カズリンありがとう。11位リュウありがとう。10位タク伊藤ありがとう。9位マー君ありがとう。8位両親ありがとう。7位カネゲンありがとう。6位ヌッポンありがとう。5位ネオジーありがとう。ん、ちょっと待って、2時2時になっている。4位ツズポンありがとう。え、嬉しい、ありがとう。3位トモピありがとう。2位こうちゃんありがとう。1位トシありがとう。ありがとうございました。ありがとうございましたね。私自分の生誕祭楽しみ、ありがとうございました。さようなら。スクショスクショ。ありがとうございました。イエーイ、バイバーイ。チュールの人じゃないよ